お客人、出てきてくれないか。そんなにジロジロ見られると私も落ち着かないんだが。これは失礼。俺はベルト用請求列車の一員だ。俺の仲間には会ったことがあるだろう。ベルト、ん？その名前がどうかしたのか。その前に私の名前を聞かないのか。その必要はないだろう、ヨミさん。君は今やピノコニーの有名人だ。彼らは何と言っている？ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも同様に君の刃によって惨めな死を迎えた。そして君は次にピノコニーで血の雨を降らせようとしているとな。アナイア・レイトギャング、映画鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太后は死にゆく体を烈火に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な運命の後人だ。たとえ悪党であっても、そんな言い方をされるべきじゃない。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの超党があなたのブラックホールよりも危険だと思っているのか。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖の本当の姿は見抜けなかったんだが、それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在的な危険分子として君は俺たちのことを不快なまでに知っている。正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟をした方がいい。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を解いてもらえるなら喜んで協力しよう。あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャー、ヨミ、それが今の私の肩書きだ。そしてピノコニーを訪れたのはある遠い昔の医師のため。私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。これで十分正直に話していると思う。まだ自分の正体を明かしたくないのか。明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。この身に課せられた諸々を言葉で説明するのは不可能だ。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も請求列車がなぜ性格を持って銀河を旅しているのかは聞かないでおこう。彼女は大丈夫か？あのメモキーパーは何もしていないよな。彼女のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうかは君がどれだけ正直に話してくれるかにかかっている。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、気づいたことがある。それはピノコニーの秘密はかつての開拓と深い関わりがあるのかもしれないということだ。だからあなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶は
ファミリーの内部に潜んでいる。あなたが私を信じてくれるなら、一緒に証拠となる事実を探そう。ベルトさん、あなたも同じ結論に達しているんじゃないか。ここまでにしよう。とりあえず君に敵意がないことは信じる。君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるまで曖昧な推測で他人の判断を乱したくないからな。分かった。そうだ、何か飲むか。出発前に夢からの目覚めを2杯、あ、いや4杯どうだ。これからの話は長くなるだろうからな。